はい、チューリッププリンセスです。続きです。このくるくる動画をまた、ミュージックビデオとしてあげますねって言ったところからですね。はい、ではこちら、東京駅周辺の、感じですね。夜景かなっていう感じですね。いろいろね、デパートがあったり、高いビルがあったりっていう感じで、東京の本当駅前のいつものこの景色ですね。これはなんだろうね、東京駅かな。東京駅のちょっと周辺を散歩してたんですね。多分東京駅を横断歩道の向こうから撮ったんだと思います。これもなんか東京駅の周辺のビル街ですね。あ、そう、東京ミッドタウンですね。あ、そう、東京ミッドタウン八重洲ですね。これ、まあまあ割と最近、この何年かでできた建物なので、撮ってみました。そしたらね、こんな風になんか、ミッドタウン八重洲クリスマス2023っていうなんかイルミネーションがあったので、あ、せっかくなのでね、撮ろうかなと思いました。こんな感じ。ね、綺麗でしたよ。ね、東京って感じですよね。こんな感じでした。うん。で、なんかこんななんか、サンタクロースの、なんかオブジェみたいなのがあったので、一応撮ってみました。近づいてこんな感じですね。かわいいですね、でも。みんななんか目の前で写真とか撮ってたけど、私一人だったからね、誰にも撮ってもらえなくって、本当はこの前でね、撮りたかったけど、誰も撮ってくれないので、普通に、撮りました。ただこれだけを。ね、なんだかなっていう感じなんですけど。これはなんかね、八重洲、セントラルタワーかなに入ってる。まあ、いろんなお店が入ってるから、また後でゆっくり見ようかなと思って撮りました。これは、横断歩道の向こうから多分、あ、またもう東京駅に多分戻ろうとして、信号待ちの時かな。で、車入っちゃいましたね。信号待ちの時にね、私、あれやってますよ。美食女エクササイズのかかと上げ。あれね、夏だとね、かかとを上げてたら、上げたり、下ろしたりしてたら、やっぱ変に思われるから、なかなかできなかったんですけど、冬になったら寒いじゃないですか。だから、寒いから、この人なんかちょっと、体動かしてるのかな、みたいな感じで、ちょっとこう、寒さだと逆に、かかと上げやりやすいんですね。寒いからなんかかかと上げたり下ろしたりしてるのかなって思って、夏よりは不自然さがないんです。そう、あ、こうやってくださってるね、美食女ちゃんもありがとうございますね。なのでね、どさくさに紛れて、まあ、変に思われない程度にやってますね。はい、こちらも、まあ、また同じように、同じ写真になっちゃいましたね。東京駅の前の写真ですね。こちらは、階段の上から、グランルーフの2階の階段の上から撮ったお写真かな。あ、これがね、ちょっと前に配信した、ぼっちで、階段のとこのベンチに座って、寂しかったからまた独り言撮ってるところですね。寂しいと独り言が始まりますね。はい。で、これもグランルーフのなんかね、テラスみたいなところがあって、普通に誰でも通れるんですけど、ここからちょうど目の前のミッドタウンやアイスとかが見えたので、こんな感じだよっていうので動画撮りました。こんな感じですね。東京って感じかな。あ、これで、あ、ん?うん。あ、これ、あ、そっか、さっき撮ったのですね。また戻る感じですね。はい、ここで終わりです。今日の私の、鯛茶漬けを食べて、ラウンジで休んで、東京駅周辺を散策するっていう、ソロ活でした。いかがでしたでしょうか。今日はこんな感じでした。本当になんか皆さんね、ちょっと、ありのままにやらせていただいてるんですけれども、いろいろと受け入れてくださってありがとうございます。それでは今日も皆さん良い夢を見てください。今日も一日本当にお疲れ様でした。それではまた明日、チューリッププリンセスでした。